皆さんには何か得意なことや他の人があまりできないような特技はありますか？特技といってもこれまでに磨き上げてきてできるようになったものや練習など全くしていなくても元からできてしまうものなどいろんな特技が想像できますよね。また逆に特技は何ですか？と質問された時にパッと思い浮かばないこともあります。自分の特技について時には周囲の人たちから気づかされることもあります。そして今やワールドスターとなった BTS のメンバーにも思いがけない特技が発見されたのです。今回は BTS メンバーのうちたった3人のメンバーにしかできないある仕草についてご紹介します。2020年9月19日に公式 YouTube チャンネルラジオディズニーにてこの時期にリリースされたダイナマイトを引っ提げて BTS のインタビューが公開されました。テレビ司会者兼ラジオ司会者であるニュージーランド出身のリアム・マキューアンがインタビュアーとして進行していったこのチャンネル、この回でダイナマイトに関してのインタビューをしていきました。パンデミックの間はどのように過ごしていましたか？という質問に対してギターを習ったりいろんな音楽に関わったりそれなりに忙しく過ごしていましたと答えたメンバーたち。補足はソーシャルでもファンとのつながりを保っていましたと英語で答えていました。ダイナマイトといえば BTS 初のオールイングリッシュの楽曲でカムバックとなったことも大変話題になりましたよね。 BTS という K-POP アイドルが世界中に知れ渡るきっかけになった曲といっても過言ではないくらい大ヒットした曲でもあります。どうしてこの時期がダイナマイトという曲をイングリッシュバージョンでリリースするにふさわしい時期だと思ったのかという質問に対してナムジュンは今年の後半にリリースする予定のアルバムを制作をしている時に気づきました。でも聞いた時はそのままでもいいなと思った。しかしこれは僕たちの挑戦ですと答えたのです。その後も曲の振り付けについてやダイナマイトでのスタイリングについてなど掘り深くインタビューした内容を視聴することができとても濃い内容になっていました。ボックスの中に入っている数々の質問をピックアップしその質問について BTS メンバーが答えていくといった内容でした。早速スタートした質問の1問目では片方の眉毛だけを動かすことはできる？といった何ともユニークな質問がピックアップされました。リアム・マキューアンからこの質問を出された瞬間にメンバーたちからは簡単だよといった声もあればできないよといった声もあり両極端なリアクションが見受けられました。中でもすぐに簡単だよと声を上げたのはリーダーのナムジュンでした。するとすぐさま得意げにクイッといとも簡単に片眉を上げて見せてくれたのです。その表情を見た補足も満面の笑みを浮かべおおと歓声を上げながら喜んでいるようでした。その後も何度もクイクイ左右交互に片眉を上げて見せてくれたナムジュンの顔も決まっていて視聴していたアーミーもナムジュンの片眉を上げる表情たまらないといった声が寄せられていました。またそんなナムジュンの後ろに座っていたジョングクもカメラ目線で何度もクイクイッと片眉を上げて見せてくれました。ナムジュンとはまた違い決めた顔というよりは片眉を上げることに頑張って専念しているような顔つきだったところに愛おしさを感じたアーミーも少なくはなかったようです。片眉を上げようとすると必然と目も大きくなるジョングクの表情についキュンとしてしまいます。そしてナムジュンの隣に座っていたテテも片眉だけ上げることができるようでジミンからテテはできるでしょと声をかけられると無言で余裕そうにクイッと上げて見せてくれました。この回のラジオディズニーでとても楽しそうに会話を繰り広げた BTS とリアム・マキューアンですが実は彼らは以前から交流があったようです。彼らの関係は2017年から始まりました。当時は BTS が何者なのか彼らが世界の音楽シーンにどんな影響を与えるのかも知らなかったというリアム・マキューアン。
彼は BTS について知らなかったからこそ、インタビューをする前に彼らの歩みについて調べたそうです。いざ BTS と対面してインタビューを進めてみると、ちょっとしたことでもユーモアあふれるギャグや面白いことをして過ごしているメンバーたちを見て、すぐに意気投合できたといいます。またカメラが回っていないところでもトークをしたり、ナムジュンとはリアム・マキューアンの母国であるニュージーランドについて話したりしたそうです。多くのメディアが BTS にインタビューを行ってきましたが、ここまで継続的に絆を深めている海外の司会者は数少ないそうで、リアム・マキューアンがそのうちの一人であるということは、これまでにもよく親交を深めてきたんだなと感じます。片眉を上げるということ以外に、アーミーの中ではテテがサックスを吹くことができるというのも有名ではないでしょうか。過去に韓国のバラエティ番組の中でちょこっとだけサックスの演奏をしてくれたテテ、その時はだいぶ久しぶりに吹いたからかすぐにうまく音が出せなかったテテ、そんな彼の姿が可愛らしかったですよね。テテがサックスを吹き始めたのは、彼が将来歌手になりたいと父親に相談したところ、それなら何か一つ楽器をできるようにならないとと言われたことがきっかけでした。ピアノやギターではなくサックスを始めるところがまたテテらしいですよね。BTS メンバーの中でもダンススキルが高いことで知られているジミン、実は過去に剣道を習っていたというのです。きっかけは日本のアニメの代表作でもあるワンピースを見てゾロに憧れたからなんだとか。剣道は約8年ほど続けてきたそうです。アニメのキャラクターに憧れて8年という長い期間剣道を続けられたというのはすごいことですよね。ジミンは剣道の他にもテコンドーもしていたそうで、黒帯を取得した実力派なんだそうです。舞踊やバレエまで幅広くいろんな体の動かし方を学んできたジミン、彼のダンスの奥深さはこのように過去の積み重ねや経験から来たものであることがよくわかりますよね。ジミンがこれまでに経験してきた剣道やテコンドー、舞踊なども彼にとっての特技と言えるのではないでしょうか。ここまでご紹介してきたこと以外にも、 BTS メンバーにはそれぞれ得意なことがあります。例えばナムジュンであれば英語が堪能で、海外活動の時にはメンバーと現地の方との間に入って自ら通訳をしてくれています。また彼の英語でのスピーチ力も絶賛されているほどです。ジンは料理が好きでよく作っているため、その腕前にはメンバーからも定評があります。シュガはプロデュース力、作曲、作詞の名人ですし、ホソクはやはりダンスがピカイチです。またホソクはラップだけでなく歌声も美しく聞き惚れてしまうほどですよね。ジョングクに関しては何でもやりこなしてしまうオールマイティーな部分があります。特に絵のうまさには毎回驚かされます。このようにいろんな個性を持った7人が一つになって活動を続けているというのは、さすが BTS と絶賛される理由の一つでもあるのではないでしょうか。今回は BTS メンバーのうちたった3人のメンバーにしかできないある仕草についてご紹介しました。片眉を上げるというなんともユニークな挑戦にすぐにトライしてみせるメンバーたちの姿にキュンとしたアーミーも続出でしたよね。今後の活動でもメンバーたちがそのような仕草を見せてくれる時があるかもしれません。いろんな表情を見せてくれる彼らだからこそ、ぜひ見逃さず応援し続けていきたいものですね。それでは次回の動画もお楽しみに。ボラヘー。